1万いった早くない？早いな。待ってましたって書いてくれてる人がいる。こんばんは。今は9時半を迎えておりますね。どうも、今週もこの時間がやってまいりました。片寄涼太のプリンスさんお時間がやってまいりましたね。皆さんご機嫌いかがですか。とうとう先週第1話が放送になりましたね。プリンスオブレジェンド、さあインスタライブをやらせていただいておりますけれども、皆さん第1話見ていただけましたでしょうか、ね、ハッシュタグプリサロですよ。見た？トア来た。トアまた今週もあれだね、構えてたね。カナダさん見ました、見ましたよ、見たよって。まあね、お住まいの地域によってはですけど、一周遅れとかもあったりしますもんね。そこは、まだね、言えない範囲もあるのかな。でももう、放送はもちろんのこと、各種サイトで、動画配信サイトでもう配信がスタートされております。プリンスオブレジェンドドラマがついにスタートしまして、先週第1話を放送されました。やっとやっとだね。やっぱ先週のね、このプリサロ、プリンスサロンではどうも言えなかったですよ。やっぱいろんなことが、やっぱもうやっぱ説明するよりも見てもらわないとなっていう感覚ももちろんありましたし、なんか奏様、須坂奏というキャラクターがどういうキャラクターなのかっていうところもね、やっぱり一番は見ていただくことかなと思ったので、なんか少しでも話題になればなという気持ちも込めてね、先週もこのインスタライブプリンスサロン開かせていただきました。ちょっとね、9時スタートって言ってたんですけど、9時半になっちゃって、ちょっとね、前の仕事が押しまして、駆けつけてきました。あ、よしよし。まだ言ってないじゃん、それ。曲の話。いやいや。ちょっとそれ多分近づけないと、しかも聞こえないよ。うん、そうそう。てか、なんで言ってないときに書けるの。これ、本日一つ目のお知らせです。まあ今日で第2話が放送になるドラマプリンスオブレジェンドですけれども、この作品の主題歌を M-FLOW の皆さんが、手掛けてくださっていまして、 Peace of Me という楽曲になっております。この曲洒落てんだよな。はい、プリンスプロジェクトはね、今後、今週、今日ね、10月10日に Peace of Me が配信となりまして、各種音楽配信サイトで配信がスタートしまして、ここから毎週これ配信するんだって。毎週中ちゃった。毎週それぞれのグループのテーマソングがかかるみたいなんですけど、まあ
自分たちその僕が演じさせていただいた須坂かなではこうチームかなでって言われててね、あのそのチームかなではチームかなでのテーマソングがあったりとか、あのみんなそれぞれこう京極兄弟のテーマとかがあって、全部がその80年代の洋楽のカバーということでね、それも M フローの皆さんがプロデュースしてくださっていて、すごくこういい意味でこうおしゃれな仕上がりになってるんじゃないかなと思いますけれども、この曲かっこいいよね。こんなおしゃれな曲でいいのって最初に聞いた時に、ね、正直思ったんですけど、 M フローの皆さんのこともすごく自分も昔から聴かせていただいてて大好きだったので、そこはすごい嬉しかったなっていうところで、はい、この曲ね、ぜひ必ずドラマの最後とかにもかかりますし、なんか思わずプリンスの曲きたってなるようなすごい素敵な楽曲になってるので、ぜひぜひこの曲もなんか皆さんの思い出の曲にもなればいいなと思いながら、このプリンスオブレジェンドも盛り上げていけたらなと思っておりますけれども、まあこうね、お知らせが続いてるので、もうお知らせ続けていっちゃいましょう。なんと、まあご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、明日からですね、あの読売ランドというアミューズメントパークでプリンスオブレジェンドのスペシャル企画が、コラボレーション企画が明日からスタートします。明日ですね。なんかね、ここに資料があるんですけど、チームかなで×サイキックマジックメリーゴーランドドッグ、僕らのこうチームかなでの曲がサイキックマジックという曲なんですけど、その曲を聴きながらメリーゴーランドドッグに乗れるという、これすごいですね。あ、そうそう、ボイスも撮りましたよ、それ用に。みんなだから僕らの声がそこでしか聞けないボイスがね聞けますけれども、続きましてこれチームネクスト×トゥーシャイスペースジェットって言ってね、これはそのまたあのトゥーシャイと一緒にこのジェットに乗れるんですね。みんなのボイスも聞いていただけたらなと思いますけど、どんどん行きましょう。まあね、読売ランドっていろんなアトラクションがあってね、すごく楽しいんですけど、チーム京極兄弟×テイクオンミーバンデン、これ有名なやつですよ。読売ランドといえばと言っても過言ではないようなアトラクションです。これがこの曲を聴きながら、そして京極兄弟のボイスを聴きながら楽しめるという、まあね、これいっぱいあるんで、ちょっとまあこのチーム生徒会のスイーツカップトーキングやスイーツという曲で、これはあのまたエムフローの皆さんがリサさんが歌ってますね、チーム先生のオンリーユーミルキーウェイ、ミルキーウェイ空中ブランコそして楽しそうですね。あと 3B Always on my mind Looping Starship、 これも面白そうだな。あとは大観覧車、これ一番メインじゃないですか、プリンスオブレジェンドコラボ大観覧車、みんなのそれぞれの色になってたりとかしてますんでね、これ行ってみてこうなんかこれに乗りたいとかもあるのかもしれないけど、ちょっとこう思い出になるようなカラフルな観覧車になってるのでね、これもぜひ乗っていただいて、楽しそうだな。そんな読売ランドとのプリンスオブレジェンドコラボレーション企画がですね、明日からスタートするわけなんですけれども、これが明日ね、僕らが点灯式に行くんですよ。プリンスオブレジェンドコラボ点灯式というのが明日ありまして、読売ランドであの大渋滞するという、あ
の大地が大渋滞するというあのオープニングイベントになるんですけれども、まあ楽しい企画もあるんですけれども、あのその横のランランホールっていう名前だよね確か、あ違うっけ、読売ランランホールライブビューイング会場があるんです。そこはまだ当日入れるなんていう話もあるんで、そこの会場にもね、あのぜひ、まあ読売ランドお近くの方もいらっしゃるかもしれないですし、まあ、違う方もいらっしゃると思うんですけども、もしご興味のある方がいらっしゃいましたらぜひね、あのそちらにもいらしていただけたらなと、まだ当日券もあるみたいなのでぜひぜひ来ていただけたらなと思います。なんか告知ばっかりになっちゃいましたね。ちょっとさ、1話の話をしたいんですよ。1話の話を、このプリンスサロンね、なんでやりたかったかっていうのは、あの僕もまあ演じさせていただいた身ではありますけれども、須田花でなんかみんなと一緒にこの作品を楽しみたいなと、たらどうだったみたいな話をしたいんですよ。なんかちょっと感想をバッとこう送ってきてもらえないかなと思うんですけど、何が面白かったかな。まあ本当にね、あの笑って楽しんでいただける作品でもあると思うんですよね。あ、キュンキュンした、あ可愛かったとかね、ストーカーしてたね、ストーカーじゃないですよ僕は別に。言い合いが面白かった。言い合いって何、花江様が続婚だった、あそうね、かなで様はやっぱまあ自分で言うのはあれですけれども、あのそのピュアな役なんですね、すごく。そのね、かなで様のピュアさというか、1話のあの結末とか何ってねなりますよね、もうイメージと違ったとかね、かなで様の表情が良かった、ありがとうございます。いや嬉しいなぁ。ご機嫌ようがツボだったってね、ひょっこりはんが面白かったね。そうですよ、六角さんが、六角誠二さんがお父さんですよ。誠一郎のやりとりが面白かった。そうですね、あの誠一郎と奏の関係性っていうところはね、今日放送される第2話でより深く描かれていくんじゃないかなというふうに感じてますけれども、そうでもないですか。そんなことあるでしょ、そうでもない、まあまああるでしょ。それより、あでもあれか、まあ、予告にもありましたけどもね、キャーみたいなシーンもあるんじゃない、あの感じは。うん、いや喋っていいんじゃない。はいそうです、スタッフさんが喋らないっていうのはどうなんですか、言ってどうしゃ、そうトーク相手になってもらえるとね。全然大丈夫です、はい、ぜひ。なんかあのプリンスオブレジェンドを手掛ける最近結婚されたあの新婚のすいませんスタッフ K さんですけど第2話のみね、あの見どころ思うどこですか。やっぱり第2話は、うん、側近の奏様の側近の争いですよね。そこが、そうですよね。そうで、そうだからそういう意味ではやっぱ奏にもフォーカスが当たりつつ、奏がその側近の2人にどういう風にな関係でいるのかってところが一番こうなんかこう見られるんじゃないかなっていうところですけれども、何これ、このなんかラジオでお便り来ました的な感じで、このインスタのコメントがプリントアウトされてね、やっぱ2週目にもなるとやっぱ皆さんの力のかけようが違いますよ、徐々に、はい、ね、だっていなかったじゃん先週、まあ、あの見てました、見てたんですか、はい、見てました、
なんかねちょっと違うあれをやってたみたいなんですけど、側近神話という人生の中でもかなり初耳の過ぎる単語が出てきたと思ったらもう来週塗り替えられるの面白すぎるっていう素敵なコメントをいただいたみたいですけれども、うん、しかもその2つ下にはねハッシュタグ側近神話とはあのね、側近神話っていうのがじゃあ第2話のテーマになってるんですか。そうですね、あれ側近神話が塗り替えられるっていうのがテーマ、なんかタイトルでしたもんね第2話。そうですね、あれ考えた人じゃないですか。そう言っちゃダメ、まあいいっすね、大丈夫だと思います、はい、考えた人ですよこれ。毎週これ見どころですよ。これもスタッフ K さんが毎週ドラマ1話1話にどんなタイトルをつけて次の次週に送り出したのかっていうところもね見どころでしたけど、はい、え今週は何でしたっけ。今週が、なんだっけ、さらばさらば友よ、さらば友よ側近神話が今塗り替えられる、うん側近神話が今塗り替えられる、はい、これ第2話ですね、はい、うん、意味不明ですね。そもそも側近神話が塗り替えられる前の側近神話何っていうコメントが来てますけどその通りですね、側近神話まだなくねっていうところでもう塗り替えられちゃいますから、いやでも楽しみですね、はい、あのそこですね第2話の見どころは、ね、センスすごいって褒められてますよ。 ありがとうございます、ね、しかもいい声してますよねこれだ3話の自信作なんで、これ見せてみようかな、ん何一つわからないままって書いてるけど王子が大渋滞してた。さらば友よ側近神話が今塗り替えられる、しかもガブ様やんね、ガブ様も側近ってことでいいの。ガブ様は、まあ、側近、まあ、側近は側近、そうだね、生徒会長の側近だね。側近神話は源と誠一郎の話ですよね、はい、基本的にはこれ会長ガブちゃん、このまあ側近的なね感じ。このスリーショットただのジェネレーションですけど、うん、そうですよ、チームかなでの側近っていうところが今回メインになってくるんじゃないですかね。ちょっとそういう意味ではなんかおまだある。ブリレジェ1話面白かった、メガネ王子に予想外に心惹かれた。あいいですね、これですよ誠一郎。誠一郎はね本当に現場からそうでしたけど二次元感が半端ないんですよねこのビジュアルだってもうアニメやんこの目、こんなメガネ似合うっていう、わかる。プリレジェ第1話は第一側近にやられました、ありがとうございますというコメントもありますけれども、だってよ現場では聖様の愛称でね、聖様って呼ばれてましたね。聖一郎だから聖様、聖様っていう言葉似合うもん、だってこの漢字二次元って書いて、笑って書いてるよコメントに。あ、かなで様もアニメ並みですって書いてくれるまたまたありがとうございますね。そんなね、かなで様も映画にかけてとかね。お、全部カード制覇しました。だってローソンさんはもう終わったのかな、あれ自体はもうぼちぼち、ぼちぼち店舗によるみたいですけれども、聖様、そう声がいいのよ。あのねチームかなでの2人はねやたら声低いんだよね。だから両方イケボに挟まれてかなでがよりふわふわしてる感じがこう目立つという立てていただきましたけどね、もうループ良くない。そうですね、はいさすがに、うん、さすがにループ。だんだんもうなんか何喋ってるか分かんなくなってきてそろそろまた来るそうなんですよ。ですよね。まあね、あの来週以降もこの水曜日にね配信されていくということで、来週はチームかなでのテーマ曲サイキックマジックもあのなんていうの配信されるので、はい、ぜひ楽しみにしてていただけたんだと思いますけども、なんか聖さんもモテてたな。聖さんも電話してみる何やってんのかな。だって今このプリンスサロンの中で一番重要なのは聖一郎だよ今。お
この流れで。秋久すごいね。クモ様好きだって。とりあえずかけてみるっていうね。お、早っ。もしもし、何してんの。見てた？見てない。今見てない。今さ、あの先週もやってたんだけどさ、あのプリンスのさやつでさ、インスタライブやってんだよ。でちょっとこの電話をスピーカーにしてもいい？今大丈夫？なんか外歩いてるんで、しかも。あ、ちょうど着く。あ、じゃあちょっと家着いてからにしよっか。聖様出たわ。なんかね、聖様人気すごいよ。聖様人気が二次元だって。え、今俺、え、だからインスタライブだよ。今もうしてるよ。だからこれスピーカーにそろそろしようかなと思ってるんだけどね。さすが側近だって書かれてるよ。早かったもんだって出るの。いい声で、笑い声までいい声ですよ。これはまだ俺の独り占めですからね。聖様って呼ばれてるよ。じゃあそろそろ、そろそろ、え、スピーカーにしてもいい？もうつくね。もうつくみたい。聞こえてんだ。でもちょっとだけ漏れてるっぽいよ、声が若干。うん、いい声が。奏の側近は、あ、はい、どうぞ。だってどうも。どうも聖一郎。皆様こんにちは。いい声だね。塩の秋久です。メガネ星です。いい声だね、やっぱり。エロいよね。今一人でやってんの？そうだよ。一人か。なんかね、うん、あ、まあ一人っつうか、まああのこの間結婚したあのさ、スタッフさんいるじゃん。名前は言えないんだけどさ。はいはいはい、はい。あの人が、なんかちょっと、相手役みたいな感じで。はい、声だけ出演みたいな。そうそうそう。なるほど。今週、てか今日今夜第2話ですよ。聖一郎さん。いや、ほんとそうですね。どうでした？ 1 話どうだった？ 1 話。ん？ 1 話、1話の感想よ、まず。1話。うん。いやー、もうね、なんて言うんでしょうね、ぶっ飛んでて大変よろしいかと思います。いや、もう的確なコメントなんじゃないそれ。いやー、来たなって思ってますね。え、来たなって。はい、これ来てんなって。このドラマ来てるなって。自分で言ってるよ。まあでもね、みんなの力が合わさってね、本当そうね。素敵な作品で、いいスタートを切れたんじゃないかなという感じしたよね。うんうん。いや、本当だからね、もう映画まであるんでね。うん。そこに向けてもうね、もうドアッと突っ走ってね、行きたいけども、今週、今日、第2話が放送ですけれども、はい、第2話のタイトルがですね、はい、さらば友よ、側近神話が今塗り替えられるっていうね。そう、だから側近の話でもあるわけじゃないですか、今週は。そうですね、はい。特に第一側近である聖一郎さんから見て、はい、第2話、はい、ちょっとね、聖様そういう目あるのっていうところ出ちゃうんじゃないかな、今週は。そうですね。ね、まあ、もう薄々なんかそうじゃないかって思ってる人は結構いるみたいなんです。あー、いるかもしれないけど、はい、ある種のカミングアウトですよね、今週。まあそうですね、今回もちょっと自分の口から言っちゃうところもあるかもしれないですね。そうだよね、もうだからそこはある意味、まあ見てほしいところであるよね。そうですね。でも、うん、ただ僕が一つその塩の秋久として言いたいのは、もう決してそこだけで作ってるわけじゃないんですよ、聖一郎は。ほうほうほう。はい、やっぱりこれはね、映画まで見てもらわないと多分わからないんですけど、うんうんうん、はい、
そういうことではないんだなっていうのをちょっと醸し、確かにね、その細かいところも見てほしいよね。そう、そういう意味ではね、奏の不純だけではないというかいやもう、もうそれ以上言っちゃダメ、危ないですね、うん、ネタバレになっちゃうけどね。まあでも、あの側近神話、その側近神話って何聖様にとって俺に聞くなよそうだよね。側近神話とはですね、まあそうですね、誠、うん、一郎が今まで培ってきた第一側近という、うん、あの位置の、積み重ねといいますか。そうだね、いや積み重ねてきた。まあだってあの幼なじみの設定だからね俺らは。いやそうそう、ちっちゃい頃から知っててっていうのがもう誠、はい、一郎と奏の関係だから、はい、なんかそういう面でもね、あのそういうところもより深く見れる第2話なってるんじゃない。いや間違いないと思います、ね、そんな結構だから過去もあのねちらっと出てそうだよね、はい、声イケメンすぎるって書かれてるよコメントに。いやマジイケメンだよマジ。あの何声優さんみたいだよね。あの本当ですか。いや本当だよ。声のお仕事来ないかな今言っとけばいいんじゃないここで。あの声のお仕事があれば、うん、まあ少し興味がありますね少し最近はどう忙しいですか。最近ですか、うん、まああの意外と暇です。意外と暇なんだ。あ、でも撮影してんだもんね。そうなんですよ。なんか、ね、なんか金髪になってたじゃん。そうなんですよ。作品中で、あの大変忙しくしてるかと思いきや、うん、あの意外と暇で何しようっていう日々です。そっかそっか。なんか一時期俺ら結構会ってたもんな。そうそうそう。連チャンで会ってた。連チャンでなんか会ってたからね。うん、ちょっと金髪せあの聖様まだ。直で会ってないから。ね、会ってないもんね。うん。ね、リオタは忙しいの。俺、俺、まあでもぼちぼちかな。ぼちぼち。うん、なくはない。うん。うん。明日は明日あの読売ランド。行く行く。ね、楽しみ。いや行く行く。その、あの遊びに行く感覚みたいになってるけど、仕事ですかね一応。行きますよ。うん、あの明日楽しみだよね。そうだね。なんかちょっといろんなイベントもあるみたいな。そうそう。ちょっとまだ俺も予想ついてない、うん、そうだよね。なんかねチラッと写真をあの見せてもらったら、うんうん、豪華なことになってたよね、うん、だから楽しみ。なんか一緒に乗ろうねいろいろ、ね、ね、そうすごい楽しみ、うん、いやにしてもやっぱ第2話楽しみだね。いやちょっとねどんな反応来るのかなっていうね。えどんな反応なんだろうね。ちょっと楽しみだね、うん、奏もだってこれからどんどんねあの気持ちが今1話でガクンとそうそうそう突きつけられたわけですから、うん、そこからなぜ奏がね、うん、こう伝説のオーディションを目指す。そうだね、まだこっからやっと始まりだもんねそうそうそう、うん、いやだからさその真面目やんめちゃくちゃ奏より真面目かもしれない。頑張って進行してくれてるから、あ、俺もお返ししなきゃって。いやいや、そうなんですよ。聖さんはこういうところがあるんです。これまた好感度上がってると思うよね、まあちょっとまたゆっくりね。まあでも明日もあるし、明日もあるし、ね、第2話も楽しみましょう、うん、お互い、はい、ちょっと俺も連絡するわ。あ、ぜひぜひ。うん、ごめんね突然。全然。じゃあちょっとゆっくり家で、あの、はい、第2話に備えてください。電話してくれてありがとう。はいはい、とどます。また。いやかっこいいなだから。じゃあね、はい、はいはい、またね。皆さん楽しんでください。はい、ありがとう。はいはい、電話してくれてありがとう。いや、かっこよすぎやろ。え？いや、相変わらずいい声でした、ね。いい声でしたね。いや、でも、まあまあいい声してますよ。いやいやいや、そんなことないです。ねえ。みんな、みんなイケボということで。みんなイケボ。はい、え、これ何？これ見ていいの？はい。プリレジェ第1話見たけど、かなで様が優しくてまっすぐでマザコンで身長が3ミリ伸びたことをニコニコしながら父上に報告しちゃうピュアオブピュアなお花畑ちゃんってことが分かったし、そんなかなで様ガチ勢の側近、歩くウィキペディア一人、BL メガネ王子の奮闘っぷりが面白かった。今後は彼の恋にも注目。す
素晴らしい捉え方をされてました。結構はっきりとね、はっきりと書かれました、うん、そしてあの俺がの読み慣れてない言葉が多すぎてだいぶ言葉に詰まりました。どっちかというとアニメの人が人なんかね、はい、歩くウィキペディア一人 BL メガネ王子だったんだろうな。つなげて読むと、ね、まあ、今ねその人と電話させてもらってました。そうですよ、今後は彼の声にも注目というね、これいい2話への布石を送ってくださいましたけど、続きまして、あ、これですね、フリレジェのアイキャッチクレイジーすぎではいただきましたけど、クレイジー物議を醸しますね巷で。あのアイキャッチっていうのはあの CM に行く手前の、そうですね、あの手前と CM 明けやつと、あの明けのやつですよね、はい、あの要はあるあの名探偵のやつでいうなんかギャンガコンみたいなやつのバージョンですよね、プレインスバージョンですよね、はい、壁ドンしてましたね、壁ドン、壁ドンしてましたけど、壁ドンって多分相手がいないと壁ドンにならないと思うんですよね。まあ考え方ですね、考え捉え方ですか、はい、捉え方の問題、制作側としては捉え方の問題、壁ドンです、あれ壁ドンです、はい、あれは壁ドンです、あれは公式発表壁ドンということで、まあ、ここでオフィシャルで発表されますけど大丈夫ですか、はい、はい、大丈夫です、大丈夫ですか、あれはよ引きの壁ドンとよりの壁ドンっていうことで、あの今後突き通していけたらなっていうところですね、わ、はい、かりました。そうですね、いやあれ確かにクレイジーでした、僕も初めて見た時にやべえなと思いましたね、あのいやでもこういうことだよ、まさに、あ、そうですね、まさに、いやまあこれもクレイジーですよ、だから先週もあのこのプリンスサロンでいじらせていただきましたけど、この相手がいるからこそ壁ドンなんだと、あとの奴らはただ壁に手をついてるだけだとそういう意見がこのポスターが先週発表された際にあの結構話題になってたみたいですね。さらに、そう、まあでも壁ドン。でもこれも壁ドン。壁ドン。あ、だからあなたはどこのこの壁ドンの間に入りたいですかっていう。ある種そういう捉え方もできましたね。そうですね。選べる。こう見てくださる方に委ねる。まさにこれもプリンスオブレジェンドの見どころかなというところですね。ん？どこ？あなたなら？僕？俺？俺？これでもさ、この間に入るってことが結構2人に挟まれる状況になるじゃん。そうですね、どっちかには背を向けられることにはなりますけど、けどもその後ろ姿すらもいいみたいなことでしょ。はい、だから挟まれたいって、このあの春さんね、清原くんのところに入ってるんだけどレオの背中も見れるみたいなところだよね。美味しい、はい、ね、だからこうどこへ、そうですね、うーん、なんかね、このメンディーさん、ね、ガブ様とあの先生と間に入っちゃうと多分俺ただの日体大みたいなで、ちょっとな、そうだな、でも俺今言ったここは結構穴かな、はい、いいと、清原くん、この春のこの大人っぽさとこの会長レオのちょっと爽やかさ、ちょっと可愛さもある、両方いただけますね。あのなんかこう焼肉屋さんでアイスも出てくるみたいな感じで、ちょっと食べ、ね、下手だ ね、はい、まあでも美味しいじゃん、なんかあんだけ濃いもん食ったのにまだアイス食えるわみたいな、はい、背中でこうレオがこう見せてくれますけど、これさ映画館にあるらしいね。はい、あるんですよね、はい、これ裏見せていいの、いい？姉さん、まるまるボール姉さん、じゃん。これ見てください、このカタカ、このローマ字で書いてあるの、ムネキュン is dead ね、書かれてますよ。今週はね、ちょっとスタッフの方が増えてるんでね、ちょっとちょこちょこ笑い声も聞こえてくる可能性もありますけど、プリンスバトルプロジェクト始動、映画ドラマゲームライブ、王子たちの聖戦が今始まろうとしている。胸キュンイズデッド。これは結構すごい宣言してるんじゃないですか。そうですね。果たしてもう胸キュンの時代は終わったってことですね。この The Beginning of a New Age って書いてますけど。そうです。新しい時代。新しい時代がもう来て、はい、来てるんだと。新しい時代をこの作品で切り開くんだという、そうですね。はい。すごいメッセージが込められてますけれども。あの
どういうことっていう、うん、来てますよ、ね、え、そうですよね胸キュンイズデッドっていうね。いや多分ね、まあ、このアイキャッチクレイジーすぎではとか書かれてましたけど、よくね、分かると思うんですよ、こういうのを見ていただくと。もう明らかにスタッフがクレイジーですねこれはもう本当に、ね、そんな素敵なスタッフの方々が作ってくださっているプリンス・オブ・レジェンドという作品になってますけれども、今夜第2話を迎えるということでね、いやー楽しみですね。まあ僕的な見どころはやっぱですね、寝室ですね。あーいやーやだー見られちゃう見られちゃうなー、ちょっと見られちゃうのに対してちょっとコメントが欲しいな。ん？その写真ね、オフショットもね、素敵なオフショットが多分たくさん出てきますよ。だからあのなんか僕のそのね、あれですよ、だから寝起きのシーンが出てきますからね、今夜は。これをリアタイせずして何してんだっていう話ですよ怒るよ本当に。かなで様もおやすみなさいって書いてるおやすみなさいって良いタイミングで送ってくるな本当に。あ、録画したと ね、ぜひぜひあのリアルタイムで見ていただきたい。あ、そうだ、今日10分遅いんだって。25時09分からの30分間ですね。ですけれども、ん、そうだね、そうね、なんかいいセリフですよ、その僕の寝起きのシーン。自分で見た時多分笑うと思う、自分で何言ってんだろうって。だってそんな状況ありえないと思うもん、本当だったら。でそれをね、ありえさせてくれる、そんな景色を見せてくれる新しい、それがプリンス・オブ・レジェンドなんですよね。うん、どうですか、もう見ごまないですね。いや、あそこはもう制作側としても、はい、見どころですね、やっぱり。そう、やっぱそうですね、はい、あそこはもう、あそこはぜひ見てほしいと。ぜひって言いましたね。はい、ぜひ今、絶対今、ぜひって言いましたね。いや、ぜひぜひ、はい、ちょっと滑舌に問題があそうですね、そこはちょっと否めないと思うんですけど、はい、いやでもね、そこですね今回。まあ、そしてその、やっぱあれですね、このなんだっけ、側近神話が塗り替えられるというね、歴史的瞬間がもう間もなく迫ってますから、いやー楽しみですけども、これは見ていただけるんですかね皆さん。まあね、さまざまな各種配信サイトでもね、あの放送後に配信されていきますけど、な、面白いコメントありました。いや、そう、結婚おめでとうございますよ、ちょっとびっくりしましたいや、かもしれないし、いや多分違うと思います。違う、分かんないです。だって顔広いじゃないですか、やっぱスタッフの。いやいやいや、またいろんな人にお会いしてる、ありがたいことですね。ね、はい、結婚されてね、すっごい素敵な奥さんなんでね前髪がパツンって前髪がもうあのね、そうですね、でこパツンみたいな、はい、かわいい、さらにまだ見てくる可愛い奥さんの方です、はい、僕はあの実は直接お会いしたことはなくてですね、あの写真で拝見させていただいたんですけれども、どこで見れるのっていうのは、その どっちの質問ですか、ね、プリレジの話なのか、あのカモイ、あ、言っちゃったスタッフのプリレジの話です。あの、まあ、Hulu をはじめ各種動画サイト、 DTV とか、はい、まあ、LGTV とか ね、いろんな配信サイトにもうね、ガンガン出てきますので、まあ、放送後に見られますけれども、やっぱりまず放送を見られるお住まいの地域ので見られる方々はぜひそこでね見ていただいて、やっぱ真っ先になんかもう見て もう待たないって、そういう気持ちになってもらえる作品だと思うんですよね。あら、せいさんがコメントしてるらしい。あ、どこ、わかんない、どこですか、どこ、何、来た、あった、
とまだ見つからないんです。聖様って書いてるよ、でもみんな。聖様もインスタやってますからね。塩の秋久オフィシャルみたいなやつ。聖様はね、僕と同い年なんですよ。だから、あの、本当にその、幼なじみという役もぴったしでしたし。ん？あ、ネクタイしてもらってる時の奏のドヤ顔がツボだったいや別にドヤ顔っていうほどでもな、あれ、まあ、まあ、あれが普通ですから、奏にとっての、あの日常が奏にとっては普通なので、あのそこはぜひね、あの今週はまあね、あの動画上がってましたけど、予告がカノンの家らしきところにも行ってますよね。そうですね。あれも面白いシーンになってますね。僕的にはあの奏の表情っていうのはね、結構自分の中でもお気に入り。なんか奏っぽいなっていうのは誰が決めることでもないですし、あの見てくださる方が決めてくれればいいとは思うんですけど、やっぱね、あの奏らしさっていうのが自分の中で見える、なんか表情だなと思ったので、あの表情好きです。あの予告にも使っていただいてる表情、そうですね、すごいいい表情、あれいい、なんかね、はい、本当に嫌なんだろうなみたいな、なんかそういうところをね見ていただけたらなと思いますけど、より奏様のあの感じもわかると思いますし、そして側近の2人、あとちょこちょこ出てくんじゃない、そろそろ2話ぐらいから。そうですね、 ここ出てくる。そうですね、生徒会出てくるね、はい、生徒会も出てくるよ。え、ってことはあれも出てくるの？あ、春も出てくるね。そうだよ、春も出てくるし、生徒会の2人というか、2人というか、はい、そこはまだ明かされてないのかな。そこは見てのお楽しみということで ね、はい、生徒会は2人じゃないんだよ。だから謎に包まれてる、実は謎に包まれてる、はい。だからあれとかもマジでまたはクレイジーだって言われちゃうよ多分そうですね、生徒会も相当クレイジーだよ。そこも見どころじゃない、今夜の。そうですね、それはという意味では、はい、第2話結構豪華だね。そうですね、うん、どん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 やっぱり王子も増えていく、王子も増えてきますしね。え、いや楽しみだな、皆さんの反応が楽しみすぎる。ちょっと、ね、どんな1話はまだこういう反応でしたけどね第2話、あのすごいね、あの隣ですごい素敵な、なんかあったかいお茶を飲むかのようにこうなんかね、噛んで飲み物飲まれていてね、素敵な、あのね、前からお世話になってるスタッフの方ですけれども、いやーそろそろかな、なんかある、もういいかな何これ、これ何、姉さんこれなんすか、え、これはあれ、明日、そうです、明日のグッズ、はい、嘘、やばいじゃん、え、じゃじゃん、明日から始まるよみうりランドプリンスオブレジェンドコラボの会場で売られるグッズがここに届いてきました。シールだってこれ、え、しかもさ、え、場面写シールみたいなことってあんまりないよね。珍しくないですか？そうですね、なかなか。へえー。なんか貼りたいね。え？あ、後でね、そうね。はい、SNS に上がるんだ。これじゃあもうここ初出し？初出しだって。やばい、レアですよ皆さん、初出しシール。そしてクリアポスター。クリアポスターってのがあるんですね、今。これクリアポスターっていうのはどういうふうに使うと貼るのかな、まあ、そうですね、貼っていただいたり、あとこうなんかこう勉強机のこのさ、ペラッてしたとことかにシュッてこう入れたりとかね、あ、いい感じできるし、はい、こうやって下敷きであるやつ、下敷きのお、来たほらっていうのは使い方としては違いますね、はい、お帽子が大渋滞、これぜひね部屋に飾っていただいて、そしてこれ、これ何、え、クリアファイル、
6枚セットクリアファイル6枚セット開けていいですか。やばくない。これはみんな喜ぶと思いますね。クリアファイル6枚セットってもう何でも挟めるよ。ちょっと開けましょう。大丈夫ですよ。そんな、なんですか。あれでも出てんじゃないの、何話かで、なんか5話か6話ぐらいで。3話だ。3話の俺飯食ってるシーン出てないですか。あ、4話。まあ、どっかに出てるよ、執事が。誰も興味ないと思いますんで。6枚セットクリアファイル6枚セット、じゃん、かなで、チームかなで、そして京極兄弟。なんかしかもさ、2人って思いのがちょっと似てるよね。そうですね。てか似てきたのかな。そして、あ、これ怪しげな人たちが映ってますね、生徒会の後ろに。これも見どころの一つですからね。そしてきた、ネクスト。ネクスト来たよ。先週はね、3人で出てくれたんですよ、インスタライブ。そうですね、電話 あのテレビ電話で出てくれて、でまあ二度と連絡しないと思いますけど、まあ大抵電池ないみたいなので二度と連絡しないですけど。そしてチーム先生、どこがチームなんでしょうね。余白がいいですね。余白も含めてのチームです。余白がいいですね。はい、これなんかチームだから見てんのかな、これ。チームメイトをこう見てるか見てないかはまだ分かんないか。見て、まあ、見てます。何かを見てます。でも王子を見てるのか。そうですね。チーム先生もね面白いんですけどね、もうちょっと先になるんですけどね、これもまあ見どころですよ。そしてね最後にチーム 3B というメンズノンのモデルたちですよ。この3人かっこいいんだよな。俺がひげ生やしたらこんなになるのかな。なる清原くんみたいな。ちょっとあのジャンルがやっぱ違うというか、ね、違う、はい、めっちゃオブラートに包みですか。絶対なれないでしょ。みんな違ってみんないい、ね、みんな違ってみんないい感じですね、はい、なんかいいこと言うしね。こんな6枚セットなってますよ、クリアファイル。こんなもん。これはこれもいいの。これはもう全部開けちゃう。全部開けちゃう。これは、缶バッジ付き。え？缶バッジ付き貯金箱。そして、なんかこういう、このキャラ可愛いよね。そうですね。これ。欲しい。って書いてるの、いっぱい。欲しい欲しいってやっぱり人気なんですよ、これが。すごい、このキャラは可愛いよ。なんていうの、こういうのちょっとこうデフォルメされたというか、デフォルメデフォルメそなんかちょっと温度差感じるね、このデフォルメっていう言葉には。なんかあの世代が上ですからね、はい、世代が上、はい、まあ男性ですしね。そうですね。でも女の子、女性の方もね、年上の方も結構好きなんじゃないかな、こういうのは。なんかプリンスオブレジェンドらしいカンカンにあって、ここにねついてますよ、キラキラの缶バッジが。これもぜひね、あの読売ランドで明日から発売なのかな、はい、ということですけれども。何これ、あ、ガチャの、ガチャガチャです、ね、ガチャもあるんだ。うわー、いいの、もう言っちゃったよ、だってガチャの缶バッジあるって。これは、うわ、トレーディングカード、トレーディングカードっていうのがあるんだ。これはあれ、何、中身わかんないの。トレーディングカードっていうのも中身がわかんないんだって。じゃあ俺もこうやって、ついっ、いやマジで見てないんですよ。本当に今ランダムでこういう銀のあれに入ってるんですけど、ランダムでマジで引いたの。
持ってるよ、ある意味。そうですね、北ちゃんだよ。なんだっけ、北北北とか言われてんだね。はい、何北北って芋みたいってことちゃうかこの間ズムサタ放送になりましたね。はい、見ましたよ僕も。なんか悪い人に映ってないかなって思いましたね北ちゃんは本当に天然っていうのが多分一番の感想だと思う、あれを見てそうですね、うん、まあね、北ちゃんまたね。いや、この間家に来たんですからね、僕家に来てワインを2本開けて俺の服をかっぱらって帰るっていう、まあ、むしろその順序は逆で、服欲しいって言ってたから、はい、あ、じゃあ取りに来るって言って、あ、じゃあ今日来ればって言って来たんですよ。で、なんかこれいいんじゃない、これいいんじゃないとか言って、俺がちょっとちっちゃめだなと思ったやつとかをあげて、はい、なんかこのまま返すのもなってなって、明日は大丈夫なのみたいな、飲むみたいな、いいんすかみたいな感じでなんか北ちゃんってちょっと、はい、おい、大丈夫っすみたいな感じで、結果ワインも2本飲んで、なんかでもちゃんと初ワインとかって言って、ほぼ初めてぐらいの感じなんですけどみたいな、ちょっとあれなのかな、なまってんのかな、北ちゃんなまりみたいなのあるよね。そうですね、時々ちょっとありますよね、はい、それもまたずるいんじゃないのか。まあね、この中身がわからないトレーディングカードも、トレーディングポストカードだ、あのなんかあるみたいなのでね、これ1枚200円だって。いいじゃん、ここにも書けるよ、こうメッセージを書いて、ここにこうハガキを貼ってね、こうご実家に、僕吉野北斗のご実家に僕郵送したいなと思いまして、後で、はい、ぜひこちらもゲットしていただけたらなと思います。明日からのその読売ランドもなかなか盛り上がりそうですね。そうですね、盛りだくさんで、うん、明日はその点灯式イベントみたいなのをやって、そこの中の読売ランドの中にもライブビューイング会場みたいなのがあって、そこでも僕らのそのイベントの様子が見られるんでね、そこは当日券もあるみたいなので、ぜひ読売ランドにお時間のある方は遊びに来ていただいて、ちょっとプリンスオブレジェンドのそのコラボもね、楽しみにしていていただけたらなと思いますけれども、まあ何はともあれ本日第2話、ドラマ第2話が放送です。本日はね、10分遅れの25時09分から、ドラマプリンスオブレジェンド第2話、さらば友よ側近神話が今塗り替えられるっていう、いやなんかちょっと満足げですねやっぱ自分がいいの書いたなみたいな。いやだ本当に全部決めてるんですか。全部、まあ決めてるのはいろんな方、まあね、でも、はい、アイディアという意味ではね、そこはさすがだな。3話おすすめなんで、3話おすすめ、はい、3話楽しみですね、はい。まあ、まずはその側近神話が塗り替えられる瞬間をね、ぜひ今夜見ていただけたらなと思いますし、まああとは僕の寝起きハート、寝起きハートを見ていただけたらなと思います。いや、口が歪んでますいや、やっぱあそこは好きなんですね。あそこですね、はい、俺もでもね、撮影、まあね、これは来週話すかね、終わってからの方がいいかもな。そうですね、はい、来週もできるかな、うん、来週の俺の水曜日のスケジュールちょっと考えちゃう17日ね、うわ、17日忙しそうな。でももしかしたら遅い時間だとできるかもね。ちょっと遅くなってもよければできるかもしれないんで、まあ来週のプリンスサロンもね、交互期待というところで、まあちょっとそれはおいおい、あのこのプリンスのインスタとかで、あのぜひね、あの情報を発信していけたらと思うので、遅くてもね見ていただけると嬉しいですし、なんかこの気持ちをね受け取っていただきつつ、まあ僕ら王子たちもね、さっきの聖一郎もそうだけど、一人一人皆さんと同じ視聴者としてプリンスオブレジェンド楽しんでるんだよっていうところもここから届けられたらなと思うので、引き続き
楽しみにしてたらいただけたらなと思いますし、今夜の第2話ね、ぜひご覧いただいて、感想などもさまざまな SNS だったりとか、あのブログのコメントだったりとか、いろんなところであの送っていただけたらなと思うので、ぜひぜひ第2話大渋滞楽しんでいっていただけたらなと思います。なんだかんだこうやってやってるとね、マジで1時間ぐらい経っちゃうんですよね。やばいな。もういい、もういいかもうだいぶ話しましたね。はい、あのじゃあ来週お会いできることをあの願って、あのまずは今夜第2話を楽しんでいただけたらなと思います。このインスタライブ残す、またあれ24時間ですもんね。せっかくだから残してあげた方がいいですよね。スタッフの皆さんも残せ残せということなので残させていただきたいなと思います。それではそろそろお休みの時間、僕もなんかいろいろね、あ、これいじってないじゃん。じゃあ奏様がそろそろ失礼したいと思います。ブーン買ってきてくれたの。